今日はです、ね「新しく日本人を語る」という題でですね、えー、連続の番組をやっていきたいと思います。えー、お客様はですね小名木善光先生で、まあ、一般的にはよく「根津さん」という名前の愛称でですね、あのー、呼ばれておりますが、えーっとまあ、2つ私が最初にちょっと長めの解説をいたします。1つはですね えー、人間が赤ちゃんからだんだん青年それから成人というふうに成長していくときにですね、まあ、その成長を支えるものは何かというとですねやっぱりそれはアイデンティティって英語で言うようにですね自分は何なんだっていうことなんですね。で自分が何なんだということで最も大切なのは日じゃあ日本人というとは一体何なんだとこういうことになるわけですね。これはまあ 我々の遺伝子に脈々と引き継がれまた遺伝子以外にもいろんな形としてですね我々の知識の中に入っている伝統とか考え方ですね、まあ、そういったものが形成されてそして、まあ、立派なな人間になるわけですね、まあ、一つの例としては戦後にイギリスがえー 戦前はですね、イギリスは七つの海を支配して格格たる先祖だったんだというふうに小学生に教えておりました。まあそれで非常にイギリスというのは力を持ったわけですね。で戦後、まあリベラル教育というのが叫ばれるようになって、イギリスが植民地においてやった残虐行為なんかをほぼ並行して書くというそういう教科書に変えました。まあ、それによって何が起こったかというと、イギリスの若者がまあすっかりダメにな。 一時ですねイギリス病と言われますが若者の24%つまり4人に1人がですね働かなくなっちゃったわけですねこれはまあ我々大人が考えるのと少し違いますが子供の立場になって考えればですねまあ成長していく上で苦しいことやら辛いことは山ほどあるわけですねまあその中でやっぱり心を支えるものっていうのは我々の先祖は立派だったんだと だから自分も立派になんなきゃいけないんだと、まあ、そういうですねそしてイギリス病が、まあ、指摘されるようになり首相が変わりですねそれによってまああの事実を書かないっていうんじゃなくて事実が目的に沿って書かれるということが重要でまあ歴史というのは非常にそういう点で難しい学問ではあるわけですけれども、まあ、それによってイギリスは復活しました。 しかしその時にですね、えー、もう一つ注目すべきことはその小学校の教科書を執筆したいわゆる文化人はですね全部国外に逃げていったということありますね。したがって、えー、我々日本はですねあの戦後同じような経過をたどってきたんですが、えー、日本の教科書を執筆してきた方々がどのくらいの信念とその全部の判断力を持ってやられてるかということは甚ははだ疑問であります。 まあそういうい点でですね私はまああのもう10年ぐらいになりますかあ、えー、根津さんと言わせてもら,えもらいますが小名先生のですね、まあ、書物もしくは言っておられることに接しましてですね、まあ、非常に感銘を受けたわけですね。というのはそれ今までの日本の教科書というのがですね、まあ、非常に偏っていたと。まあ、私歴史が好きななんで自分なりに こう調べたり、学んだりはしてたんですけども、まあ、それを超えたですね。いろんな衝撃的なことがありました。まあ、特に神話の物語ですね。まあ、あの、よく先生がおっしゃるように。神話の中には深い真実とか意味が含んでいるとかですね。最初に私が勉強したことですよ。それから、まあ、古事記とか、そういうものに書かれたことがですね。まあ、日本として、どういう意味を持っているのかと、まあ、いうことを学びました。 それはほぼ直結してですね。明治時代の日露戦争とか、この前の大東亜戦争の考え方に直結しておりましてね。古代がまあ現代に直結しているとまあ、いうことも。まあ非常に深く分かったわけであります。それによって私はかなり考え方が変わりましてえ、私の著書の一つにあります。ナポレオンと東条英機という本があるんですが、まあ、非常に歴史書としては、まあ非常に貧弱な本なんですが。 そこでナポレオンよりも東條英機の方が1,000、えー、年ぐらい後になったら評価されるだろうという私の考えもですね、えー、根津さんの教えによるものであると、まあ、いうことで、まあ、今回「友達テレビ」でこういう機会を作っていただきましたので、えー、まあ小名先生にはですねご存分にですねあまり順序もつけずに、えーまあ、神話からスタートをするわけですが。 神話からスタートしてですねお聞きになっている皆さんがこの番組のタイトルとして「日本の歴史を知る」といったタイトルではなくて「日本人を語る」というタイトルにしたのはまさに我々の人間としての背景ですねそれは歴史の中にあるとしたがって歴史というにはちょっと狭すぎてですね我々自体を考えるということになりますので。 日本人を語るということで存分にですね小名先生にお話しいただくとで放送局の方にもいろいろお考えいただいてですね大体1回30分ということで今までやってきたんですがもうそういうのも取っ払おうととにかく先生にですね思う存分そのテーマについて話していただいてまあ失礼はない限り僕はいやここで先生今日はやめましょうと、まあ、いうことでですね次に行きたいというふうに思います。 ということで、尾上先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えっとあの、はい、時々根津さんと言ったり、尾上先生と言ったりすると思いますが、はいはい、まあ、はい、それはご勘弁いただいて。<laughs> 大丈夫です。で、えー、っと順序はですね、今ここちょっと載ってますが、おおよそですね、神話から入って、まあ日本の宗教観、これものすごく重要ですね。それから女性の問題、それから平等の問題ですね。まあこれがまあ基礎として、まあ古墳時代あたりから 構成されてきたまあそれからまあ平安四皇后両江戸明治というふうにですね、まあ、先ほど私がお話ししましたけども実はその歴史では小学校とか中学校高等学校の歴史では平安時代から、まあ、明治の初めぐらいまでを細かくやるんですが実は日本の根本の骨っていうのはですね神話時代から まあ古墳時代って言いますか飛鳥時代って言いますかそこら辺までとそれからそれを見た現在ですね日清戦争ぐらいから現在までに至るところっていうのがまあ我々がまずは知らなきゃいけないことだと思います。まあそういうことでまず今日はですね渡辺、えー、先生に神話の話からですね入っていただきたいと思います。それではまあご自由にどうぞ。<laughs> <laughs> いきなりご自由に。ええ、いきなり自由に。<laughs> <laughs> あのまずその神話についてで言えば神話をなななぜ学ばけければいけないのかそもそもその神話というのは根拠にならない作り話であって学ぶような値打ちはないんじゃないかって、まあそんなふうにお考えになっていらっしゃる方が多いしでまたそ,そのことが理由で学校の教科書にも今は神話が載っかっていないというのが今の日本の教育の実情ですよね。でところがこちらですねこれあの、まあ、以前名越二郎之助先生がご生前に ご所長の中で紹介してらっしゃった分なんですけどもアメリカの中学校の教科書で日本のこれ明らかに古事記の神話なんですザナザナミですか、ね、そうですねあの日本の神話を教えてるんですね。でアメリカにはまああのこちらに日本語訳があるんですけども、はい、日本の子供は学校で次のように学んでいると「はいざなぎ」という権威ある神が、はい、その妻「いざなギとともに雨の浮き足の上に立った「はいざなぎは眼下に横たわるかゆみを見下ろした」「やがて彼は暗い海の中に宝石を散りばめた 槍を下ろしたここれが雨のぬぼこですねその槍を引き戻すと槍のせっから潮のしずくが落ちた静が落ちると次々に固まって島となったこのようにして日本誕生の伝説が生まれたとまたこの伝説によるとイザナギは多くの神々を生んだその中に一人の太陽の女神があったこれ天尊神えええー、女神は孫の新樹の御事を地上に降り立たせこれ天孫降臨ですね新しい国土を統治することを命じた。 忍ことは大きな勾玉と神聖な剣と、えー、聖堂の鏡の3つこれが三種の神器なんですが、はい、えこれをもちまして九州に来たこれはすべて彼の祖母天照御神様,様から贈られたものであったこの3つのものは今日もなお天皇の地位の象形となっているでこの忍び事には神武という孫があってこの孫が日本の初代の統治者天皇となったんだと。これ 教科書の、はいはい、さっきの英文のですね、まる、まるまる日本語訳なんです。アメリカで教えてるんです。で、そうすると、向こうの連中は。 最初の男女心というと、アダムとイブじゃないですか。で、われはアダムとイブという教育を受け、受けていると。このアダムとイブと日本のイザナギイザナミはどこがどう違うのか教えてもらいたい。実は、あのシリコンバレーとか、ああいうところに日本の技術者の。若そのアメリカ人に聞かれるんですよ。そうするとね、日本の技術は答えられないですよ。いや、あのイザナギとイザナミって、あの。ゲームのキャラクターで言っても、あんまり強くないですよねとかってわけ。わけのわかんない答えをするもんだから。 あの「何なのこいつは、えーまあ、お前はもう日本人じゃない」えー、ってされた瞬間にもあのまるで相手にされなくなってしまうつまり文化性を持っていないというふうに見なされてしまう、はい、つまり日本人が国際社会に打って出ようとするならば日本人としてのアイデンティティの中核となっている神話をちゃんと学んでおかなければはい、はい、世界で通用しないということなんですよね。 根拠のない作り話だと言われるのか。で、さっきの話も根拠があったのかなかったか、よくわかんないじゃないかと。いうふうなこと言われるんですけども、実はですね、これ神話なんです。なんですが。はい、この神話っていう言葉自体が。名、はい、あの幕末に生まれた造語なんです。はい、で、これ、あの。もともとは英語のミスなんですね。はい、で、この英語のミスっていうのを。翻訳するのに、わざわざ翻訳家が。神話という言葉を作ったんです。はい、じゃ、あ神話という言葉が幕末に生まれたんだったらば。はい いや幕末までは今で言う、ええ、何て,いうなんて言ってたか、うん、これ「神語り」って呼んでたんですりという言葉があるんだったらミスの翻訳語で神語りで別にいいじゃないかと思いますよね。どうしてこうわざわざ違う言葉を作ったのかっていうは実はここに理由があるその理由っというのはアメ,リあのアメリカとかあのいわゆる英語圏におけるミスっていうのはもともとキリスト教の信者,信者であるノルマンディー公がイギリスに上,上陸をして。 でそこに住んでいるケルトの人たちケルトというのは多神教ですよねその人たちを追い払って「はい、お前たちの信仰は、えー、これはあの根拠のない作り話であると」と、はい、キリストの,の神様の教えこそが正しいんだとはい,、はい、いうことでイギリスのにもともと,あのもともと住んでいたケルトの人たちの持っていた信仰を全てミス根拠のない作り話だというふうに読んだわけです。ケルトの信仰ってて面白くてあの よくあの魔法使いのおばあさん出るじゃないですか。あのトンガルのあのあの方旗をなんかマタイで空を走る。あれケルトのお医者さんなんですね。ああケルトのお医者さんね。はい。大体西洋ではお医者さんっつのは大体とんがル病床をかぶった絵が多いですよ。そうそう。で家の中でグツ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 そうそうあれ薬を作ってる。薬を作ってる。それが全部いかがしいものなんだっていうレッタルをミスということまで貼ったわけですよね。なるほど。なるほど。で。 それを幕末の翻訳さ翻訳家さんたちが目にした時にいや俺たちの日本におけるこの語りと。 そんな根拠ない作り話を一緒にされたらかなわんそれで言葉を別にしたそうなんですなるほど幕末ののあ婚約ところが現代人の我々はム語りを忘れちゃってみんな神話だと思ってるっていう情けない状態になってるなるほどなるほどじゃあこのム語りって何なのかっていう話なんですけどもあの自分のが生まれてくるのにあたってこれがですねちょっと図がありますけども自分が生まれるためにはお父さんお母さん必要ですねおじいちゃんおばあちゃんひいじいちゃんひいばあちゃんでまああのひい ヒヒばあちゃんまでこれあのひ祖父母の上が「はい、高祖父母」って言いましてね実は仏壇におい灰があると思うんですけどおい灰、はい、に個人のおい灰が仏壇に置かれるのはこの高祖父までなんです。なるほどで一人死ぬと高祖父が、はい、あの一人持ち上がます、ね、持ち上がるじゃないですか。 皇父からもう一個持ち上がったらどうなるかっていうとおいは箱の中にまとめて入れてこれご先祖っていう名前に変わります。で実はここまでの人数を計算してみると自分がいてで不両親がいて。ご両親だから2人ですねおばあちゃんもじいちゃん。でひじいちゃんひばあちゃんひひじいちゃんひじいちゃんひひばあちゃん。で32人の直接血のつながりったご先祖これ6代前ですよね。で7代遡りますとね。 これあのなっちゃうでご先祖の数64人さらに遡りまして16代遡って江戸時代までいきます三3万2,000戦国時代までいくと20代遡りますけど52万4千人のご先祖がいることになっちゃう。で大体ですねどこのご家庭でも例えば佐藤家のご祖先ええ武田家のご祖先っていうのを考えていくと戦国時代ぐらいまでは大体こう歴史がつながってくるんですね。 近々の戦いを行なんていうふうな話がまあ年寄りから無理やり聞かされたりするでところがですねこれをさらに超えてしまって鎌倉時代ぐらいまで行っちゃいますとね28代遡ったところで1億3421万7 2 0何人ですとまああの頃一1億人もいませんからね。2, 300, 万人 <laughs> 人口700万しかいなかったのに今現代人が1人生まれてくるのに1億3,000万人必要だとはい、はい、じゃあ2人生まれてくるためには2億6,000万人必要なのかこれ明らかに計算が合わなくなくるこれどういうことかっていうと、はい、どっかでそうするとこの戦国時代ぐらいまでは佐藤家の御祖先鈴家の御祖先ということで我が家の御祖先という言い方ができるけれどもはい、はい、それを超えてしまったら、はい、もう全ての家の共通の御祖先ということになっちゃうそうですね。ね だからああのま1,000年ぐらい前の時代に八幡太郎義家という有名な武将がいましたけれどもこの八幡太郎義家の DNA は現代日本人の男性には全員入ってるそうですねはいうかね僕一回ねもうちょっと複雑に計算したことがあるんですよ。高高知知県県ならののが全部混ざるは何年かかとそれからもっと細かく秋田県の角館市で。 血が混ざるのは何年か。なるほど。それどうしたかったらね、いかがわしいね、動機でね。どうも、あの、山、あの、日本海側に美人犬ってのがあると。はいはい。この美人犬っていうのは、血の混ざり方が違うんじゃないかと思って計算を始めたわけです。ああ。ね。はいはい。その美人犬というものができるためには、血の混ざり方が多いか少ないか、なんかあるだろうと。なるほど。つまり、似たような血が混ざるから美人になるのか。はい。それとも、ロシアの血が混ざるから美人になるのか。はい。ね。 そういう計算をしたところね大体ねおおよその県はですね、はいえー、県中か昔の藩ですね、えー、やっぱりこう渡航制限なんかこう外側に出るのあるから、はい、そういうのを計算するともう一回計算し直さないといけないですけどその時はねだから、まあ、今根津さんが言った通りまあ鎌倉時代ぐらいまで遡ると1,000年越してますからね。 はい。だから日本中があの親戚かどうかっていうのはそのこの遠いところにこうその頃渡航渡航っていうかな別の国に行くのが禁止されてる時もあったでしょ。だからちょっとねなかなかそこが一番難しいんですけど、基本的にはだいたい600年で一つの小さい地域は全員が親戚と。うそうしないともう間に合わないと。あの近親結婚がものすごい増えちゃって。 そういうことありえないからだからランダムに結婚してるっていうふうになると年ところが日本の歴史ってジム天皇から2680年だったわけですよね。でその2680年の根拠をんぬは別として当時の人口って26万人ぐらいだったわけですよそしたらますます今おっしゃられたね日本海側に美人が多いっていう話実は日本海側っていうのは日本海にこう 海流を使って大陸とものすごく交流をしてるんですねでもともと日本には金があるほとんどあの昔は今では太平洋側が威張ってますけど昔はほとんど日本海側ですかねで大量の金が日本日日本本あのには出土するで向こうの連中っていうのは金を欲しがる一方 日本には砂漠がないからガラスがないガラス製品に連中が持ってる金とガラスが交換のですよねこれで盛んにこれを行っていて中にはやっぱり向こうの連中で海を渡って日本にまでやってきて住み着くやつが出てくるそっちが混じって美人が生まれてくるあ生物学的にはやっぱり遠い地ほど美人が生まれるってことになってますからそういう意味ではだけど角のってなんか結構ね はい。あの、血の混ざり方が多いんですよ。へ<ー>あそこはね、美人の詩なんですよ。ええ<ー>。それで、ちょっと、あの、一部疑問があるなと思っても、美人の作り方は二つあるのかなとなんて思ってます。<laughs> <laughs> それから、あの、はい、ええと、まあ、今の話ではですね。日本はなぜ金が多いか。はい。だから、その、物事は何でも、その、しかるべきところあるわけですが。はい。日本はプレートが沈みますよね。はい。 まあ地球上のプレートが沈むところは日本からインドネシアにかけたところだけですからね簡単に言えば <laughs> そこのところで火山ができて火山が吹くとそうするとマグマには金白金類が非常に多いもんですからね金白金類で全元その5%から10%ぐらいあるっていうのはものすごく多いわけですね、はい、ですから噴き出すやつは大体金銅属元素っていうんですけど金銀銅 ヒ鉛、水銀、まあ、こういったものが動脈元素なんですけどそれがこう地,上地上の近くにいって横にこうずっと流れますとそこで金とかあの濃縮体がまあできるということで、まあ、地震が多いっつって悩んでもいいけど地震が多いっていうのもあまたこれで金が上がってきたというようなもんなんでね <laughs> まあ皆さんあの地震警報はあのちゃんと防いであの地震では驚かないようにしていただければいいと思いますけどね。生き残りさえすれば <laughs> またた金が増えちゃった <laughs> うう <laughs> <laughs> どうも失礼いたしままああのー、そんなようなことで血が混じってくるので要するにご先祖をずーっと神の方に遡っていった時にどこの家にも共通したご先祖の物語ということでそういういことになりますよ、ねえー、ご先祖を神の方に遡った神語、はい、その神,神というの上という文字を使うのかはい、はい、神様の神を使うのか。 お亡くなりになられてすでにこう霊体となられた日、はい、の存在となられてるわけですのでその存在はやっぱりこちらの字が正しいだろう単純に上と書くよりもね、はい、ということでこの「かむ」で「語り」というふうな言葉が生まれてきたと、はい、なるほど、はい、まあとであのこの回の終わりの方で宗教の話も出てくるんですが、はい、え日本人はあのお亡くなりになるとしばらく経つと仏様のお仲間入りするじゃないですか。はい これはあの仏教が来る前から日本はそうだったんですかねあのつまりあの僕はねあの時々疑問に思うのはキリスト教とというものは神と人とは神人別しますからね、はい、だから人が死んだから神様になるというわけじゃなくてまあ神様に劣勢られる人もいるけど普通の人は神様になんないけどだいたい日本ですとあのお亡くなりになったら靖国神社にお参りを祀られたり仏様もう仏様って言ったりしますからねこれはどうなんですかね もともとの流れからいきますと、はいはい、縄文時代ぐらいまでずっと遡りますけども、ええええ、縄文時代までいきますと大体いい集落の真ん中に墓地があるんですね。なるほど,なるほどということはお亡くなりになった方々とあ要するに死者と生者が共存してるして、うん、という状態になってくるこれが我が国の神道における流れそのものになりましてですからあの神道式のお葬式というのは,はい、はい、これはあの。 葬祭という言い方をしてはい、はい、要するにお祭りなんですねはい、はい、お亡くなりになったかなったということでお祭りをする,な,るほどなんでお祭りをするのかというとああ要するにお亡くなりになった方は肉体を離れて霊体となって、はいはい、そして家の守り神になるっていう考え方なんですだからあの縄文時代に村の村があってそ,そ集落の真ん中に墓地があったとっいうことはお亡くなりになった御祖先はそ,そこで村人たちをずっと未来を守ってくれるんだという そういう考え方ですねなるほど同時に人間100%死にますけども、はい、死んだあとやっぱり自分の可愛い子や孫あるいはひ孫、はい、もうこいつら絶対幸せになってもらいたいと思うはい、はい、幸せになってもらいたいと思って死んだじいちゃんばあちゃんあっちの世界に行っちゃうんじゃなくてやっぱりあげるって、はい、だから大体昔は今か仏間かなんかにこうご祖然の。はい 写真がありましねそんなこと言うとおばあちゃんに怒られるよとか言われたらなんしたそうそうそう家に作って考えられたわけですなるほどで仏教ではそうではなくてお亡くなりになった方は極楽浄土へ旅立つわけですからお別れを告げるんで告別式になるわけですねああなるほどなるほどでお坊さんがお経をあげてでまあわらじを履いてもらってお送りする旅に出る旅なんですよね 離れてしまうんですね江戸時代に実はあの、えー、一般の人が神職以外は全員亡くなった人はあの仏教のお寺でお葬式を挙げなければならないということになったんですなるほどこれはあの身分調の関係ではあ、はあ、要するに死者の管理をお寺に全部一任するということで、えー、と神,社神社から手が離れるんですね。神神社社でではですかからのの方しか神社式の お葬式あげることができないところが仏教の場合はお亡くなりになった方の魂が極楽行っちゃってこっち帰ってこない帰ってこそれは寂しいじゃないかと何とかしてくれっていう話からお祝いという制度が出来上がったああなるほどお祝いだからあのお祝いってすごく矛盾してるんですよね極楽浄土に行っちゃった人の魂がお祝いに中にいて仏陀にお祝いになるわけでしょなるほどおかしいじゃないかといないんじゃないのって言うとそうじゃなくてこれ神仏集合の結果なんですねなるほどね でまあ、そういうことであのあ<の>要するに「神式」っていうものの中では要するに亡くなった方々っていうのは全て家の守り神になるあるいは村の守り神みんなる、はい、あるいは、はい、あの国の守り神になる国っていうのは、まあ、一昔前は「藩」という言い方をしました、えー、で,、ね、で今では国っていったら国家のことを言いますけども護、はいまあ、国の神様となっていて、はい、これはあの亡くなった方はもう必ずそういうふうになっていくんだと、はい、先ほどあの先生がおっしゃられたようにあの神様と人間の関係なんですが、えー、西洋の場合ですと 神様は主なんですよね。ご主人様。そうです。我々人類とは全く別の存在ですね。これに対して、日本における神様というのは、今申し上げましたように。我々にとってのご祖先様。つまり、我々にとってのご祖先様の。共通の物語。はい、はい。だから神語り。神語それを根拠の上、作りました。叶わねえよと。冗談じゃないよ。なる。これは神じゃなくて、神。神語り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 。はい。いろいろな、まあ、あの。 漢字で書いなるほどなるほどだからあのまあミスというね単語を翻訳しようとするときに我々にとってのそのご祖先を根拠のない作り話とされたらこれはかなわんということでわざわざわざ神話っていう言葉を作ってたのなるほどなるほどこれは要するに西洋の神話と日本の神話そして神話という言葉があるということについて考えるにあたってとても大切なことじゃないかなと思いますね。 えー、もう次はジム天のなっちゃうですかね。いやそあの新話が続きます。これ行きましょうかね。あいいですね。ええ、はい、これやってください。一応あのー、日本人は無宗教だとか、うん、あるいはその宗教的なあのー、おおなんて言うでしょう。あもうもうもう出たらめだと。あの十二月はハロウィンのお祝いやって、十二 <laughs>、はい、月の二十四日になったらあのキヨシこの夜歌ってクリスマスのお祝いをしてね。そうそうそう で12月の31日になったらお寺さんに行って樹夜の中でごーンと月に行って翌日になったら神社に行って「初漏れです」って何も考えてんだ」とそうかと思うと日本国内にイスラム教のね寺院があるであの開教の寺院など行って近所の人たちはみんな喜んでそこに通ったりとかもしてちょっと見たらキリスト教の教会もあるそうかと思うと道教なんていうねあんなふうなものも えー、一生懸命学んでる人がいるしなんだかわかんないけど宗教のほかに儒教なんていうのもあるはい、はい、でそもそもその宗教という日本語自体がやっぱり幕末の翻訳語なんですねこれはいはいなんです、えーそう。そうらしいですねでじゃあ日本人のその宗教観って一体どうなってんだ、ねえー、で実は日本人にとってあまりにも当たり前すぎたがために、えーえー、誰もその理由がわからなかったでも実は非常に簡単なんです、えーうん あの宗教って教えです神道って道なんです例えば大学に受験する合格への道があります合格への道を進むのにあたってで数学はこの先生から教わろうはい、はい、英語はこっちの先生から教わろう良いことであれば、えー、より合格に近づく道であれば、はい、あらゆる教えの中でより良いものを得ようとする日本人はキリスト教からも教わるし儒教からも教わるし、はいはい もうあらゆるもの、世界中のあらゆるところから教わってくる。えーえー、何でも刺激もない。はいはい、それはすべて日本人が。自分の人生、人生回路、はい、とも言いますけれども、自分が神様になっていくのにあたって。その神様になるための道を歩むのにあたって必要だと思うから、それをやっていってる。はい、より良い人間になっていこう。なぜか。 もうこれまた非常に簡単な話で、うん、自分がし死んだ後に絶対に自分の子供たちに幸せになってもらいたい見守り続けていきたい、はい、その時に、えー、どうしようもないゴースクお化け <laughs> みたいなものがね <laughs> じゃあ守り神になれないですよ、えー、むしろその自分の大事な子供たちにとっての邪魔にしかならないですよねそういう神様にはなりたくない誰だって言われればはい、はい、納得いただけると思います。えー やっぱりあの、ね、子供たちからも孫たちからもあるいはもう子孫たちからみんなああこんなご祖先を持ってよかったこんなじいちゃんいてくれたから俺たち助かったんだ、はい、って、えー、そう思ってもらえたら、はい、そのために精進して努力して人生過ごすわけじゃないですか。えーえー、だから我々にとっては かながの道なんです。神様のなれた道なんです。で宗教というのはあらゆる教え。だから仏教、キリスト教、イスラム教、道教、儒教を全部教えです。あ、の、ですから、あの宗教の三条件というのは教祖がいて。経典があって、戒律があることって言いますけど、神道は何もないじゃないかって言うんですけど。もともと僕の、あの今まで言ってきたのは、まあ、今度のことで訂正いくらでもしますが。 えっと日本っていうのはもともとそういう意味での宗教っていうのはないとない僕はねだから日本には信のの自自由というもの自身がないとないなぜかって言ったら今あの根津さんが言われたように信教の自由っていうのは教えを信じてると生じるけど<い>教えというものがもともとない世界で信教の自由なんて持ち出されても困ると。困るね、だからまあその 日本まあ、これちょっと後でまた次回ぐらいになりますがあの、えー、日本の宗教っていうのは、えー、神様は自然とご先祖だって僕はこう言ってるわけですけど、うん、まあこれまた修正してもいいんですがだからつまりそ,の、えー、それで僕はどっかのテレビで「先生の言う日本の宗教は多神教ですか?」って言うから「いや多神教じゃありませんよ」「神様はいっぱいあるわけじゃなくて神様の概念が違うんです」と。一神教多神教教多というのは ヨーロッパの宗教を宗教,宗教として認めた場合そういう区別があるということなんですと言うんですがいかかがでしょうかねあのヨーロッパの場合あるいは世界中のあらゆる宗教というのは教えが中心になるんです教、うん、教えが中心日本。日本におけるこの神流の道というのはこれは愛が中心なんですね。子供への愛孫への愛惜、はい、しみない愛情その愛情の連鎖っていうものをこれをはい、はい 道として捉えている。だから教えでも何でもない。だいたいその子供に対する愛とかあるいは孫に対する愛とかこんなもん人から教えられるようなもんじゃないですよ。当たり前に持つ本能ですよね。そうですね。あのここにちょっと書いてあるのであのちょっともうこれ第一回はこれでだいたいあれと英語圏における神はゴートであると日本人にとっての神はアンセスターは神。 ど、今度はどういう意味でま。まあ要するにあのご祖先ということですね。ああなるほどね。アンセスカ、ね。もっとですから。これ唯一絶対神。えー、はいはい。これに対してご祖先というのはもうなくなった。そうですね。人間っていうことですね。そうです。元人,元人間。元人間。はい、ああ。なるほど。それから。レリジョン宗教は今生きている自分が信仰するものであり。ワーロシップ。礼拝はたい、が対象になる。教えですね。そうですね神道は祖先から伝わった伝統、トラディションを。 未来のの子子たたち子孫たち孫につなぐものであるすなわち過去現在未来という時間の流れをつなぐ道であると、まあ、こういうふうに解説されてますほどこんなふうに思っています、まあ、大体間違いないいなと思まあ第1回はこれで一応締めようと思いますが実はこういったものを理解する上で非常にあの我々の障害となっているのは何かというとですね残念ながら日本の文化人っていう人たちがですねあの西洋かぶれなんですよね。 でこれは西洋かぶれになってる理由は僕はあの大学にいたからよくわかるんですけど大体ね大それでねんていうか頭がの容量がちっちゃくてねあのヨーロッパのことを勉強したらそれでいっぱいになっちゃうんですよ。で僕はあのちょっと先生そんなヨーロッパのばっかを勉強しないであ日本も勉強したらって言うと「いやもうちょっとね時間がなくてねもうそこまでやらないよ」って。 専門っていうのは、そうなんですよ。専門っていうのはね、あれね、広く勉強する意欲も頭もない人が専門って言うんですよ。ねえ、だからね、<laughs> 本当に厄介でね、これがね、あの、もう非常に障害になってる。るそれでね、僕は名古屋大学の教授になるときにね、えー、っ、えー、と、横文字英語の論文じゃないと。と、その有名なの、論文の、じゃないと、名古屋大学教授の資格の審査に入らないんですよ。 他のやつはだからね変なことになってねみんなねイギリス王室はよく知ってんのけどチェラロンコン王家まあこれタイですけどチェラロンコン王家の歴史はちょっうとみんな知らないんですよ。アジア人でありながらねアジアのことを知らないでヨーロッパのことだけ勉強してるそのヨーロッパのイギリス王室なんかどうせ500年ぐらい前のドイツ人なんですからねだからまあそういうこともよく分かってないって、まあ、僕あんまり不満言ってもしょうがないんで、まあ、第1回はですね ま神話というものがアメリカでの教,教科書に戻っている。それからまあ先生が言われたようにアメリカに行ったら必ず日本の歴史とか日本文化聞かれます。でほとんどの日本人はもちろん全然知りません。そう直ちにアメリカ人に馬鹿にされるのはもうこれは当然でありますね。一方アメリカ人はですね全然違う考えでえー、俺たちは300年の歴史しかないからなってコンプレックス持ってるんですよ。これで日本は2000年あるからな。 日本人に聞いてみようと思って聞いてみると、日本人の方が。アメリカの歴史の方うよく知ってるぐらいっていうか、こうなりますんでね。まあ、そこのところは、おいおい、第二回目から、進めていきたいと思います。それでは、第一回、これで終わりにします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。